Happy birthday to you。 はい、こんばんは、かっこいいギタリスト竹下です。今日ね、2月18日は、私の親愛なる師匠レイ・アルフォンソ・ショーダさんのお誕生日です。お祝いにケーキ買ってきました。ポンチョ、アルフォンソ、お誕生日おめでとうございます。イエイ、おめでとう。実は何歳だか知りません。ごめんなさい。改めてね、紹介します。レイ・アルフォンソ・ショーダ、通称ポンチョ、歌手、ギタリスト、1949年2月生まれ、埼玉県に生まれました。70年にフォルクローレの最高峰ユパンキの音楽と出会う。そして74年メキシコから南下し、南米諸国を放浪しながら民族音楽と文化を研究。これね、嘘っぽいようなんですけど、本当の話なんですね。私がね、まだ本当に子供だった頃なんですが、新宿に、新宿のあれはイタリア料理屋かスペイン料理屋か忘れたんですけど、うちの父がね、経営してた会社じゃないな、あれは。とにかくうちの父が建築家で、その父が、作ったお店で、偶然レイ・アルフォンソ・ショーダさんと、今は亡き、ショーダ・キミコさん、キミちゃんの2人と出会いました。でね、そこから本当に子供のようにね、育てていただいたんです。で、本当にね、お二人に似てるんですよ。特にね、ポンチョね、アルフォンソさんにも似てるんですけど、奥さんだったキミちゃんに最近ね、似てるなって自分で思うんです。声とかね、あとなんて言ったらいいの、顔つきとか、本当にね、不思議に思います。やっぱり長年一緒にいると似るのかなと思ってね。で、そんな、アルフォンソ・ショーダさんはね、何回も紹介してるんで、ご存知かと思いますが、もう特筆すべきはね、サントリーホールのもう満員にしました。これはね、びっくりしました。で、そこで私がチューニングをミスりました。そのせいでね、1曲目台無しにしたんですが、そのためにね、私はすごくギターのチューニングに対してこだわってると思うか気にしてます。で、今日改めて気づいたんですけど、クラシックギターの弾き語りね、いくらやってもこの人にかなわないなと思いました。改めてね、見てみて。でも勝てることがある。他にね、自分の得意なことをやればそれでいいのであって、多分思い知らされたんだろうな、改めて。この人はすごいってね。でも俺もすごい、さすがレイ・アルフォンソの弟子だけあって、俺もすごい。自分が負けないと思うことはあります。そこをより伸ばしてね、ただただずっとポンチョに勝とうと思ってやってきました。でも結局途中で挫折して逃げ出したり、自分で負けてね、他に逃げ出したりして、それの繰り返しでした。いい加減で思い知りましたよ。勝てないものは勝てない。で、得意なことをやればいいんであって、不得意なことを一生懸命やってもね、無理だから、もう好きなことやればいいんですよね、というのは分かりました。本当に今日という日がね、なんだろう、特別じゃないのに特別な日だなと思いました。ギタリスト、自分は音楽家であってアレンジャーであってプレイヤーじゃないなと、そういうふうに思いましたね。だから今日はもう楽しくやりましょう。もうそんな細かいことは抜きにしてね。はい、ポンチョ、お誕生日おめでとうございます。ケーキが買えるぐらいに、あとタバコが吸えるぐらいに、あとは牛乳が飲めるぐらいにはお金があって幸せです。
それぐらいには心配をかけないぐらいにはなってますから大丈夫です。じゃあポンチョもね、みんなに囲まれて素敵な誕生日を送ってください。じゃあハッピーバースデー、ハッピーバースデーアルフォンソ、じゃあね、 See you next time です。はい。